一歩先行くマーケティングの、この配信では一家の大黒柱の私が起業やオンラインで稼ぎたいけどなかなか一歩が進めない人に向けて、ちょっとしたマーケティングのコツをつかむことでビジネスも人生ももっと楽しくなる考え方をシェアしていきます。こんにちは、下坂恵理子です。今日はいかがお過ごしでしょうか。はい、さあ私は日本に帰ってきました。で、帰ってきて最初の配信かもしれませんが、はい、なんでしょうね、時差ボケもなく、子どもたちもね、今日から学校に行き、まあさすがに上の子はね、今日水曜日でちょっと短めの授業だったので早く帰ってきましたが、下の子もね、フル預かりをせずに、3時半ぐらいにお迎えに行ってという感じで、まあちょっとね、さすがにね、フルにやったらスパルタかなと思って、はい、送り出しました。はい。で、私もね、もう10日間ものんびりしてしまったので、しまったとか言って、はい。まあでもその中でもね、売上通知をいただいて、非常にありがたいなっていうふうに思っていて、自動化してやっぱり良かったなっていうふうに思います。で、やっぱりね、私もこうやって体感をしているんですけれども、こう売上の心配がね、なくなるっていうのは本当に時間についての考え方が変わるなっていうふうに思っています。まあ、だからこそね、まあ、私の発信するものとかで、はい、もっとね、もっとたくさんの人が自分のね、時間をもっと自由に使えるようになってもらって、楽しくね、過ごしてもらえたらと思って配信をしていきますので、今日もよろしくお願いします。はい、というわけで今日はですね、広い世界を自ら見に行くということをお話しします。広い世界を自ら見に行く、まあ、これはね、今日ね、別に旅行のことをお話しするわけではなく、これね、私が最初の頃、起業初心者の頃ですね、小さい、どっちかな、分かんないんですけど、まあ、小さいですね、オンラインサロンに入っていたんですね。で、オンラインサロン、その起業超初心者向け、起業する前の人向けだったかもしれないんですけども、最初入る時はやっぱりね、起業するしたてだったりしたので、もう本当に新鮮でね、学ぶこともいっぱいあったんです。でもね、起業初心者向けオンラインサロンに入ってると、私何年ぐらいいたんでしょうね、1年半ぐらいいたかな、2年ぐらいいたかもしれませんね。2年いた時に、ある時、何でしょう、今まで全員自分のね、上を走っているようなね、感じだった人たちが、なんかみんな上下やりたくないですけど、みんななんかより先に出たなみたいな瞬間があるわけです。まあ、要するにオンラインサロンとかでね、いろいろ学ぶことがあるわけです。起業をしててもそうだし、まあちょっと例えるなら、学校のね、勉強だと思っていただいたりしてもいいかもしれませんが、そういったものを習うときって最初はね、本当に何も全部わかんないですね。あ、これがいいですね。自動車学校とかね、行くとき、自動車の運転の仕方とかルールとか最初わからないわけじゃないですか。でも一定期間学び終わるとね、だんだんわかるようになったり、まあ、たどたどしいけど運転できたりしてね、そうするといつまでも初心者ではないわけです。まあ、それと同じように、そういったね、スクール、オンラインサロンに入った時も、入った当初はもうね、そこにいる人みんなすごいみたいに思うんですけれども、一定期間過ごすとね、そして行動したからだと思うんですけれども、なんか物足りなくなってくるわけですね。そこでの学びが物足りなくなるわけです。でもね、そういう時に、なんか私はほっと周りを見渡したら、なんかすごいなみたいな風に思っていた人って、そのサロンの中だけですごいんですよ。まあ、要するにサロンで結構ね、もう学びは終わったはずなのにずっといて、サロンの超初心者を相手にビジネスしちゃってるみたいな感じ、わかりますか？サロンの中のね、サロンにいたら常にこのサロンに人が入ってくるわけなので、おそらくビジネスちょっとできてくると、そういう人を相手にするとね、なんかそこだけでビジネス回っちゃうわけです。で、私も
そうですね、そういう方にお金払ってちょっとサポートみたいのしてもらったこともあったんですけども、今考えるとっていうか当時もそうだったんですけど、なんかすごいと思ってこうお金を払ってやったけど、なんかあんまり満足のいくサポートではなかったんですね。なのでそういった時点でその小さな世界の中だけで、なんでしょうね、ビジネスを回そうと思ったり、まあ、価値観の違いですけれども、そこにかじりついてそこに入ってくる人だけで、要するに小さな村だけで商売してる感じですね。小さな村だけで、はい、でそうすると万が一そのサロンが閉鎖になったり、ね、外の大きな世界に行った時に同じことが通用するかって言ったらしないわけです。要するに小さな村の、ね、情報があまり取れない人相手にビジネスをしていったので、まあ要するにあんまりいいサービスじゃなくてもそこだけでなんかすごそうに見せれば、そこでのなんかリーダー的なのをちょっと発揮すればビジネスになっちゃってたりしたんですね。でも外に行った時どうかっていうと、やっぱりそんだけ甘いサービスをしてると外では受け入れられなかったり売れなかったりするわけです。なのでまあ私はだいたいそういうところ気づいたらだいたい卒業をして抜けていくんですけれども、やっぱり学び取ったらどんどん広い世界に行かないといけないなっていうふうに思っています。でね、ちょっとまた余談なんですけれども、今回ね子供に海外を見せて、今回実は3カ国経由も含めて3カ国行ってきたんですけれども、まあ、あと道端もね歩いていろんな人がいるっていうのも肌で体感してもらったんですけれども、子供もねそうやって日本だけでなくてそういった世界を見ることでいろんなことを感じてくれたかなっていうふうに思っているので、なのでビジネスに関してもそういった、居心地のいいね口悪く言えばちょっと生ぬるい場所ですね、生ぬるい場所でチャポンチャポンってしてるのすごく楽かもしれませんが、やっぱり広い世界を見に行かないとなっていうのがあります。で私はね実はまたまた余談、まあ、なんか余談が多いポッドキャストになってきたんですけども、最近ね広告を書き始めたわけです。で広告を書き始めてなんかすごいまた世界が広がったなって思うんですけれども、今まで SNS と、まあ、ウェブ集客ですね、 SEO から来る集客とか YouTube からっていうところだけに頼っていたんですけれども、そうすると世界が狭いわけです。要するに自分ができるこう SNS からの引き寄せ、私だけのパワーに頼った引き寄せっていうかこう SNS からの流入に頼ってたんですけれども、そうじゃなくて広告をかけることによって、広告の方の会社ですね、私でいうと今 Facebook にかけてるので Facebook 社さんが探してくれるわけですね、ターゲティングして。でその結果本当に新しいお客様に出会うことができたというのをもう実際に感じたので、やっぱりこうやって一個のことにとらわれないというか、まあね、そのルーチンの方がもちろん楽なんですけれども、やっぱり、楽さプラスまだねそこで例えば満足がいってない、例えば私で言うと時間がもうちょっと欲しいとかですね、収益をもっとねしっかり安定させたいとか、そういうのがある場合はやっぱりもうちょっと大きな世界を自ら取りに行くっていうのは非常に大切だなというふうに思っています。まあ、そういった意味で私は今広告をねちょっと一生懸命自分で実践をして、お金もかけて検証をしてテストして検証してちょっとやっているので、またまたねこういった流入っていうのはすごく自動化をする上ですごく大事なので、そういったことをまたお届けできるようになるといいなと思って私も頑張っていますので、はい、ぜひ、ね、今どういうステージにあなたがいるかちょっと私には今わからないんですけれども、まあ、そのステージからやっぱりこう一歩出て広い世界にどんどん出ていくっていうのが非常に大切かなというふうに思うので、まあ、結論行動しましょうってことなんですよね。はい、でどんどん行動してちゃんと自分の、期待する未来を得られるように頑張りましょうということです。はい、
というわけで今日は広い世界を自ら見に行くということでお話しさせていただきました。また明日も配信していきますので、気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。それではまた明日、バイバイ。